音に歯がある。なら拙者が草笛で一曲奏でよう。いざ。それ。よっ。行こう。諦めて。風の行く先を。断罪の名においてはあ、うん、やっやっやっはあ、うん、やっやっはあ、うん、はあ、いざ。ふっよっ。はっはっ。たっ。それ。せっ。行こう。いざ。行こう。それ。ふっ。剣女盤石。いざ。これよっ。はっ。眠るのよ。はっ。風を知れ。おっ黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。風の赴くままに諦めて。これし減った。行こう。いっそれ。しっ。行こう。しっ。
せい。や。行こう。し。行こう。風を知れ。はっ。剣の盤石。風の赴くままに。夜の権限。許さない。ガンザン八九バーディクト。風の行く先を。姿を見せよ坊主。いざ。風の流れる方へ。行こう。それ。風の流れる方へ。
極楽。風の赴くままに。影のカラスが雄也を求めている。うん、あっ、うん、はっ、やっ、よっ。いざ。行こう。星と深淵を目指せ。ようこそ。星と神、無事今日の。いざ。おや、見ない顔だが新入りか。
自分で自分のことを顔役っていうやつがいるかよ。俺を騙そうったって100年早い。言えよ、何しに来た。あっち行った。そんなもん教えたら商売にならないだろう。企業秘密だ、わかるか。企業秘密。ひどい態度だな。買うかどうかも決めてないのになぜ値段のことを。ほうほう、さてはわかったぞ。お前たちクリスに言われてきたんだろ。あいつらには関係のないことだ。俺の利益を損なわないでほしいね。なんでだよ。言った言った、クリスのやつに伝えておけ。売ってやってるだけ感謝しろってな。俺がいなきゃあいつら税金すら払えないんだから。どうしよう、全く話を聞いてくれない。そうだな、一度あいつに聞いてみるか。行こう。ふっ、いざ。おや、も、はい、それがちょっと困ったことに。あ、いいよ、できる限りのことは協力する。来たばかりの慣れない地でいきなり問題を解決しろなんて。確かに。あいつのことか。それなら調べたことがある。以前は砂浜で貝殻を拾って商売してたかわいそうなやつだったが、なぜか最近急に羽振りが良くなったらしい。万国商会を抜けた後、新たな拠り所となる場所を見つけたのかもしれない。え、あいつも昔は万国商会の一員だったのか。じゃああいつも外国人？彼の髪の色と目の色には気づいたかい？そう、ベルナーはモンド出身で、リーウェと稲妻の間で海運業をしていた。鎖国によって彼は離島での滞在を余儀なくされた異教人なんだよ。そうだったのか。もともと万国商会も彼にひどい扱いなんてしてなかったんだが、後から出された数々の法令により商会自身も立場が危うくなってね。だからあいつは商会を辞めて恩知らずなやつに。それは言い過ぎだよ。この世に根っからの恩知らずはいないし、永遠に冷酷で残忍なやつもいないと俺はそう信じてる。え、もういいのか。どうやら切り込む隙を見つけたようだね。何しに来たんだ。確かに俺は暇だが、お前たちのために時間を費やしたくはないんだが。あ、何を言って。モンド、モンドのことを言ってるのか。お前の口からモンドのことが聞けるなんて。前に帰ったのはいつのことだったか。それさ、懐かしい、モンド城の雰囲気。故郷に、はあ、帰りたい。
自由の都へ。はあ、効果があるみたいだぞ。感情を揺さぶろうったってそうはいかないからな。あ、今度はなんだ。いいから目をつぶれって。波の音か。あ、リーユエコー。俺の目の前に波の音が、100匹の声が、リーユエコーの姿が浮かんでくる。消灯だ、怪盗祭だ。消灯が登っていくのが見えるぞ。想像力が豊かすぎると言うべきか、リーユエコーのことが懐かしすぎるのか。はあ、リーユエ、リーユエよ。これは、もういい、もう思い出させるな。俺の心はもう。万国商会の人たちか。確かにみんな俺と同じく故郷を離れた者たちだ。俺はいつも夜の海辺に来ては波の音を聞いてる。ふるさとから届いた音だと思いながらな。そんな時いつも商会の奴らがやってくる。でも俺は顔を隠しながら離れるしかなかった。はぁ、気晴らしに奴らと一緒に話がしたいと何度思ったことか。俺だって愚痴をこぼし合いたかった。じゃあどうして。あいつらは心が強い。よりどころのなかった人たちが一致団結して生きていく術を探してるんだ。そんな真似俺にはできない。少しの利益と約束だけで俺は奴らの言いなりになっちまった。ふるさとの顔に泥を塗っちまった。いいだろう、言うよ。もうこんな葛藤はうんざりだ。大丈夫なのか。だが俺はあいつらを裏切ったんだ。臆病なやつだな。間違ったことをやったらちゃんと償うべきだろ。だから早く一体何が起きたのか言ってみろよ。税金徴収を任せられてる足軽慶次郎たちがやったことだ。奴らが商人たちに告げた税率は実際より高いものなんだ。それで余った消化骨髄は奴らが蓄えてる。そして商人たちが入手先に困った時、高値で売るよう俺は指示された。そんな、何もしないで儲けようとするなんて卑怯だぞ。俺は奴らの操り人形になっていたが、その見返りは生活をギリギリ維持できるほど些細なものだった。証拠、証拠、そうだな。決定的な証拠がなければ奴は認めないだろう。そういえばいつも俺が報告をした後、奴は毎回必ずどこかに行くんだ。いつも怪しいって思っててな。ついさっき慶次郎と会ったばかりだ。今から連れてってやるよ。よし、じゃあ早く行こう。し、行こう。よっ。し。いざ。し、
どちらを選ぶべきかしら。ビーへの功績と呪法、値段に見合った価値のあるものばかりだよ。行こう。いざ行こう。しっ